川上さん、その動画で何ておっしゃってたんでしょうか、それ、うん、あ、動画でね、あのごまかしてて別のこと言ってたんですよ。ごまかしてるっていうほらほら、今のおかしいじゃん。ごまかしてるんだったら問題ないと僕言ってないじゃん。こうやって論、いや、だから今問題ないと言ったっていうのがごまかしてるに変わってるじゃん、今。その前の発言は立花が問題ないと言ったと。でも今高橋さんが聞いたらごまかしてるっていう、ほら変わってるじゃん。あのね、問題ないなんか言ってないって。だからあなたの動画ってのは卑怯なんですよ。何が卑怯なのよ。あなた何言ってるのか分かんないんだもん、全体を通して。それは川上さんが難しいんですよ。法律上の知識が乏しすぎるからですよ。いや、さっきから聞いてて立花さんより僕は知ってると思いますけどね、うん、申し訳ないけど。だから別に川上さんがそう知ってると思うのはいいですけど、だ僕から聞いてたらこの人本当意外にバカだなとしか思わないからねだって法律の知識が乏しすぎるから。